パルマ大聖堂は、スペインバレアレス諸島州パルマデマヨルカにある、ローマカトリックの大聖堂。西地中海に浮かぶバレアレス諸島のマヨルカ島にある。重要文化財である。ラセウ、パルマデマヨルカ大聖堂、マヨルカ大聖堂とも呼ばれる。神道1229年に、アラゴンカタルーニャ連合王国のハイメイセイがマヨルカ島を征服し、 1230年に建設が開始されたが、完成したのは1601年のことである。イスラーム教徒の時代のこの地にはモスクが存在したため、エルサレムではなくメッカの方角を向いている。1851年の地震ではファサードが大きく損傷し、修復工事が開始された。修復開始から50年後の1903年には、マヨルカ市教によって、 カタルーニャ人建築家のアントニー・ガウディが修復計画に招聘された。ガウディの意見の一部は計画に採用され、成果体積、祭壇などの配置変更、壁画、説教台、天外のデザインを行ったが、意見の食い違いから1914年には修復計画から手を引いている。カタルーニャゴシック様式で設計されたが、北ヨーロッパの影響を受けている。 全長は121メートル、全幅は55メートル、振動の全高は44メートルである。ゴシック様式の主要な大聖堂の振動の高さを比較すると、パリのノートルダム大聖堂が33メートル、ランスのノートルダム大聖堂が38メートル、アミアンのノートルダム大聖堂が42メートル、ボーベのボーベ大聖堂が48メートルである。 1236枚のガラスからなる世界有数の規模のステンドグラスがある。ありがとうございます。